祖父江の森停留所稲沢市、コミュニティバス、愛知県稲沢市が、名鉄バス株式会社及びに、名鉄西部交通株式会社に運行を委託している、コミュニティバス。五路線7系統。運賃は200円均一。愛知県道67号名古屋祖父江線を走行する、稲沢コミュニティバス祖父江、稲沢線2019年10月現在は稲沢、中央線。 祖父江、稲沢線、下津、稲沢線、大里線、千代田、平和線の5路線7系統が運行されている。2008年7月の運行開始時は、東西幹線、南北幹線の2路線であり、2010年7月の路線再編時の系統は、以下の通りであった。2019年4月に再度路線再編を行い現在の運行状態となっている。 運行開始直後は9人乗りのワゴン車両のみであったが、2019年10月現在は、稲沢中央線については55人乗りの中型バスを使用し、祖父江、稲沢線では13人乗りのワゴン車両を使用している。その他のバス路線については9人乗りワゴン車両を継続使用している。なお、中型バスのみ、運行委託先は、名鉄バスであり、 ワゴン車両とタクシー車両は、名鉄タクシーにて運行している。同日内のうちに異なる路線に乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ券が発行され一乗車一回は、無料となる。稲沢中央線は、降車時、その他の路線は、乗車時に乗務員へその旨を伝える方式を、採用している。ただし、また乗りとなる区間の利用はできない。ワゴンタイプの車両は、 定員超過時において追加車両の運行形式となる。稲沢中央線では定期券と IC カード、何かが使用できる。かつての稲沢市にはふれあいタクシーや祖父江地区の稲沢市巡回バスなどが存在していた。ありがとうございます。